エケーラ小顔マッサージは今とても人気というか、教材もたくさんの方が購入してくださってまして、で、講座も来てもらってるんですけども、なぜやっぱり効果があるのかっていうことですよね。でよく言われるのが小顔矯正というのがありますけども、小顔矯正というのはその骨をこう調整してですね、で小顔にするという考え方があります。まあ、うちも小顔矯正という言葉を使うんですけども、この顔にはこの関節では、このここは顎関節というのがありますけども、それぞれにこの骨と骨がついてますから、まあ、これも言ったらまあ関節みたいなもんなんですけども、あと頭ではここ縫合というのがねあります。教材でも見てもらったと思うんですが、教材縫合というのがあるんですけども、まあ、これもいわばまあ関節みたいなもので骨と骨がくっついてる。でもこの肩とか股関節みたいにこんな動かないですよね。でこんな頭の関節動いたらえらいことですよ、うん、顔ぐちゃぐちゃになってしまいますし、ボーン殴られたら歪んでしまいますよね。でも頭とか顔ってものすごい頑丈で、そんな動かないです。だからまあちょっと言い方悪いけど、小顔矯正という言葉もどうかないう感じなんですよね。分かりやすいから私もちょっとは使ってますけども、実際この骨を動かしてその骨が何か動くということはまあほぼないですね。ただここの骨に沿ってこの縫合のあるところというのはやっぱり何がしかの理由があってこうくっついてるわけですから、でここの頭の縫合というのも本当にわずかですけども呼吸とともに動くと言われてるんです。本当にわずかだと思うんですが、それをもとにこう調整していくっていうのがアメリカの方で一番最初出てきた。でその最初に出てきたのがそのオステオパシーというやつですね。でアメリカにはカイロプラクティックとオステオパシーという2つの2大手技療法があって、両方ともちゃんと大学まであって、ドクター・オブ・カイロプラクターとかドクター・オブ、オステオパシストやったかな、そういう名前があるんですけども、まあ、それはちゃんと医学の一つとして発達しているものです。その一部でこの頭蓋骨の調整というのがあります。でそれはもともと脳に障害のある方とかに向けて作られたものです。でそれをやることによって、こう表情がよく明るくなったとか変わってきたとかいうのがあって、それが結果頭を調整することによって、顔が変わってくるっていうことにつながってるんですね。でそれを日本では美容の方にこう向けてやってるということなんですけども、覚えておいてほしいことは、その顔をやったからって骨がぐいぐい動いてきれいになる、そんなんじゃないということですね。ただやはりこの関節のところを中心にほぐしてあげることによってやっぱむくみが取れやすくなるのは間違いないかなというふうには思っています。でそのポイントとなる顎とか、この目の頬のあたりとかですね、胸骨のあたりとか、やっぱりこういうところはこういう方法でできてますから、こういうところを狙うことによって、そこのむくみをそのあたりのむくみを取りやすくなっているというのが私の考え方です。でなので、皆さんこれから矯正とか聞かれると思いますけど、いやそんな顔の骨とか頭の骨は動かないですよと、まあ、わずかに頬が動くと言われていますけども、そんなぐにゃぐにゃ動いてたら偉いことでしょうということは言ってほしいと思います。そして私たちはその縫合とか関節、まあ、ごめんなさい、縫合を中心としてアプローチしていって、そこから顔のむくみを取っていると、結果、その人が持っている本来の顔に戻っているんだよということですね。それを助けている。でむくみを取るために血流の流れとかリンパの流れを良くするようなテクニックを入れているということです。あとそれともう一つは、経絡の理論を入れているということですね。で経絡というのはその各臓腑とつながっているんですけども、臓腑の働きを良くするとその関係している経絡に流れている気の走行が良くなると。で気の走行が良くなるとどうなるかというと、その経絡が流れている筋肉を引き締めるという理論があります。それは実際治療でも使われることなので、私たちはそれを活用していると。だから経絡小顔マッサージは頭にある経絡に対してアプローチをしていますので、顔を引き締めるということと同時に体の気の流れを整えているということも言えます。また特に経絡ヘッドケアの方なんかは、経絡の方を非常に重視していますので、頭をやるだけで体が楽になったっていう情報も実はあって、でこれちょっと困ったことやなと思うんですけれども、頭だけで治っちゃうんじゃないかなという感じもあるんです。で、まあ、最近思っていることは、
お客さんは何を求めてるかというと、私は2つのことだと思うんですけども、一つは本当に結果を出してほしい、肩が楽になりたいとか腰が楽になりたいとか内臓が良くなりたいっていう結果が一つで、もう一つはこう満たされたいっていう気持ち、まあ、よく言う、まあ、癒されたいっていう言葉だと思うんですけども、その二つを私たちは、お客様に提供していかなければならない。だから結果を出すことと癒しを与えて差し上げるって二つだと思います。そしてもしかすると、これはまた仮説ですが、一つは顔へのアプローチだけで結果を出すことができるんじゃないかなと今思ってます。実際経絡ヘッドケアだけでもう非常にこう気が通ったと、で体が楽になったっていう人がいます。まあ、これはもともとそういう気とかに対してこう関心のある方ですね、自分自身がその気の流れを感じることができるというか、意識が高い、それにおいてですよ。それによって意識の高い人はよく言ってくれます。あちこち行って治療行ったりとかされてて、気の流れを実際その針を受けてなんか楽になったとか、そういう経験をした人は何とか分かるじゃないですか。まあ、皆さんもそうだと思うんですけども、なんか気の流れ良くなって体楽になったなっていう体感をした人は、経絡ヘッドケアをやるだけで、また経絡小顔マッサージをやるだけで、その頭の経絡に対してアプローチしてもらうだけで体が楽になったっていうんですよ。うん、で痛いところを触ってもらってなのに楽になったっていう声があります。なのでこれは非常に面白いと思っています。頭への経絡のアプローチですね。でそれで、実際成果を出すことができるんじゃないかなと。まあ、もちろんそれで内臓の疾患を全部治すっていうことは、まあ、なかなか難しいと思いますけれども、普通にちょっと疲れたとか、なんか気分が落ち込んでるとかいう方、それだけで満足させられるんじゃないかなと思ってます。でもう一つ、今度心にこう癒しを与えるためには、やっぱりボディタッチは必要かなと思います。でボディタッチをしっかりして、うちでやってます、経絡マッサージは経絡の走行を意識してやって、その知識をマスターしてそれを伝えるということをやってますので、経絡ヘッドケア、経絡小顔マッサージ成果を出し、その成果を出すためには経絡を意識してやってる。そしてボディの方は経絡を意識しながらマッサージなり整体なりをして、そしてそこのポイントになるのは、どこが凝ってるんですかってことなんですよ。どこが疲れてるんですかってことです。だから経絡に沿った施術をしながらも、そのどこが疲れてるのか、どこが凝ってるのかっていうことを聞いて、そこに的確にアプローチするということが大事です。で実際、例えば右の肩が凝ってたら右の肩ばっかり揉んでも本当は良くないんですけども、お客さんはやっぱり凝ってるところをずっとやってほしいんですよ。凝ってるところをずっとやってくれたら嬉しいですよね。で我々プロからすると、いやそんなとこばっかりやってたら反対に体のアンバランスが出てきて後から調子悪になりますよとか、あと揉み起こしが出て大変なことになりますよって言いがちなんですよ。でもお客さんは別にそんなことどうでもいいんじゃないかなと私は思うんですよ。そうじゃなくて、自分のやってもらいたいところをほぐしてほしい。このままならない世の中で、お金出して整体とかマッサージとか受けてるのに、受けに来てるのに、自分のやってもらいたいところやってもらえないっていう、そのなんかジレンマみたいな、があると思うんですよ。でセラピストはセラピストで、今勉強してる人も増えてきてるので、こういう場合はこうしてあげなければならないっていう気持ちでやってしまう。実はそれがお客さんにとっては無駄になってるかもしれない。そこの判断は難しいんですけども、経絡ヘッド、経絡小顔で成果を出すことができ、でボディはボディでとにかくその凝ってるところだけをほぐしてあげて、心のこう満足感というか癒しを与えて差し上げるというのは私は重要かなと思ってます。その2つをうまく織り交ぜて自分の中でバランスよくやることによって、非常にいい成果を出すことができるんじゃないかなと。でこれが今後セラピストが目指していくやり方なんじゃないかなと思ってます。そして施術に来てもらった後、お家でも自分でケアできるようにアドバイスをしていくと。とにかくこう毎日毎日来てくださいねって、そんなんじゃなくて、この最終的にお客さんにはもう二度とサロンに来なくてもいい、治療院に来なくてもいいようにして差し上げるのがこれからのセラピストだと思うんですよ。だからまず問題を聞き、疲れているところを聞き、それを改善することをやりながら、お客様と話をしながら、なぜこんな問題が起きたのかっていうことをこう追求していき、
そしてそれには生活習慣とか姿勢とかですね、食べ物とか人間関係のこのうまくこうできないとか、そういうところが出てくると思うんですよ。そしてその改善方法をアドバイスしていって、で最終的には自分で自分の体をケアできるようにアドバイスしていくと、まあいうふうにしていく。そうなることによってもう二度とうちに来なくてもいいようにしてあげることが大事だと思います。問題はまずはうちで改善する。そして問題の根源をお互いに話しながら、それを調べていって、自分の中でお互いに話し合いながら探っていって、その改善法を我々の持っている知識でアドバイスしていく。でどうしても足らなかったら、そう叱るべき方を紹介して差し上げるというふうにして、せっかく来てくださった方のこの心の安定ですね、これはうちのビジョンというのがあるんですけど、うちはピースオブマインドというのがあるんですけど、心の平安というのを持ってもらえるようにと思っていつもやって、あのホームページに書いてあるんですけども、まあ、そういうことをですね、ご提供できるようにしていくというのが、まあ、これからのセラピストのやり方かなと。でも二度とうちに来なくていいようにして差し上げる。そうなったら離れられなくなりますから、反対に、うん、なんかあったらうち来てくださいねと、なんかあったらまたよろしくお願いしますねとも言ってくださると思いますね。そういうふうにこうしていくというのがこれからのやり方なんで、頭、ヘッド周辺、フェイス周辺のアプローチ、それからそれによって成果を出すことができるようだということですね。でもう一つはボディマッサージももちろん効果出せるんですが、心の安らぎというか癒しというものを与えることができる。それは痛いところはどこですかとちゃんと聞いて、そこに的確にアプローチするということです。そして問題の根源をお互いに話し合って、それを改善し、それができてきた元を修復していくというか、改善していく方法をまたアドバイスするということですね。そして我々が足らないものはしかるべき方を紹介するということ、そういうやり方がこれからのメインになると思いますので、ぜひ覚えておいてください。